葬式も終わったし、あんたたちの身の振り方だけどね、親族といや遠縁の私しかいないし、いやでもあんたたちを引き取らなければならないんだよ。だけどうちだって広くはないんだし、私はあんたたちの母さんと違って子供ってものはあまり好かないしね。だからあんたたちもそのつもりで来てもらわなきゃ。わかったかい？あの、無理に引き取ってもらわなくてもいいんです。何を嫌みったらしいことを言うんだい。私はね、仮初めにもお前たちにこれからお母さんと呼んでもらう身なんだよ。それともこのままお金も持たずにのたれ死にしてしまうつもりなのかい？分かってんだろうね、今のお前たちは他に身寄りがない。